ジェイミー・バートレット、2015年12月15日、撮影。ジェイミー・バートレットは、デイリー・テレグラフ紙のジャーナリスト、テクノロジー関係のブロガーであり、イギリスのシンクタンクであるデモスを代表して、サセックス大学との共同プロジェクトである、ソーシャルメディア分析センターのディレクターを務めている。2013年、バートレットは、デモスを代表して、ベッペグリッドが結成した。 イタリアの5つ星運動の台頭について取材し、この新政党の出現とソーシャルメディアの利用について記録した。2014年には闇ネットの住人たちと題した本を交換し、広い意味でのダークネットやダークウェブやアンダーグラウンド内視公然たるサブカルチャー、例えばソーシャルメディア、人種主義、カムガール、自称行為のインターネットコミュニティ、 ダークネットマーケットにおける薬物取引、クリプトアナーキズム、トランスヒューマニズムなどを取り上げている。バートレットはオンライン過激派や表現の自由、ウィキペディア、ツイッター、フェイスブックにおけるソーシャルメディアの所長流について常々記事を書いている。ありがとうございます。